俺があのシステムインスタのシステムを売りたいとしたら、はいはい、まずはスピンの法則にとってやってみましょう、うん、まず S、はい、まずは状況を質問する。今、はい、あの美容院やられてどんぐらいですか、はい、まあもう1年2年ぐらい、2年ぐらいですか、はいはいはい、で実際にあの売り上げとかどうですか。まあちょっとギリギリギリですか。ほんともう夜飯食えるぐらい、夜飯食えるぐらいギリギリで、実際にあの今マーケティングってどうやって集客してるんですか。あもうあのホットペッパーさんに全部任せて、ホットペッパーに任せてます。大体いくらぐらいですか月々。10万ぐらいは。10万ぐらいですか。なんでそんな顔してんのお前。経営が大変なんですよ。なりきっちゃってるの、ね、っていう風なシチュエーションを聞いていく、うんね、営業っていうのは話さないわけだから、もう質問質問質問聞くんだ。そうで状況を把握して、うん、その後じゃあねホットペッパー10万円で はい、どんだけ集客来るんですか。まあトントンぐらい。トントンぐらい。ダメな日はもうマイナスの時も。マジですか。毎月毎月。そうなんですね、で実際に、まあ、他社さんとかだと結構あのホットペッパーってクーポン目当ての人多いじゃないですか。あそうもうだからあの、ね、リピートつかないとか言われるんですけど、御社どうですか。クーポンハイエナたちがもうクーポンハイエナたちが来てはどっか行き来てはどっか行き。じゃあ利益残らないですよね。でも美容院ってコンビニの数より多いって言われてるじゃないですか。そうなんです、ね、どん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 できてもできますよ。ちょっと落ち着いてください。はいごめんなさい。でもね次あの問題質問が、はいはい、プロブレム終わってじゃ あのこの問題を放置してるとどうなるかっていう示唆質問なんだけども、うん、放置してる、じゃあ例えば今の状態を放置して隣にもう一件もしできたら、はい、ねあの値下げ値下げになってるじゃないですか今ね。そうです。どうなっちゃいます。いやもう下げれません。下げれませんよね。無理です。ってことはホットペッパーに頼ってるともう潰れちゃうってことなんですよね、うん、やめてください。言わない。 次ポンってできたらやめてください。いややめてください。まあねでもねもしですよ、もしねホットペッパーに頼らないでその集客員もちょっと削れて、はい、なおかつリピーターがしっかりと獲得できて集客に困らない、はい、っていうようなファンを作れる媒体がある、それを自動で全部システムへやれる、そういったシステムがあったら買います。買いますよ。買いますよね。あったらですよ。あったら、ね、そんな便利なものがあったら買いますよ。あるわけないじゃないですか。で、はい、終わり。ほら、今価格の話した俺。してない。してないな、うん。価値の話しかしない。確かに。そのサブ ここの問題を解決できる。買うって言ったよな。もう、まあ、あったら買いますと。価格を言ってないで。確かに。そう。いるいる。いや見えわ。まだ。何をどういう感じ。あのね、岩のね、あ、ほら、いた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 。